スリーカードラジオ第46回目1月11日放送です。あの人誕生日毎週水曜日に投稿しています。誕生日スリーカードとは喋ってるけど衝撃場女優の幾瀬優里、神原明、サセ野のみの3人組がいろんなことにチャレンジしていくユニットです。イエーイ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリア、ボンビーだとそれ桃鉄のダメになっちゃう。呪いかけたね。ボンした日。ボンデイ。なるほどね。ボンでしょ。そうなの？知らない。ボンだよ。そうなんだ。ボンデイ。だから骨じゃねえのボンって。いや骨もボンだけど。ボンは違うんだよ。何言ってんだ。おめでとう。ありがとう。めでてーな。まさか1月11日にラジオ投稿するとはね、思ってなかったよね。今日で17歳だね。うん、ごっちゃい。ごっちゃい。5歳と17歳だね。あ、まあそうだね。それぐらいにしとこうね。それぐらいにしとこうね。おめでとう。ありがとう。イエイイエイ、そう誕生日ですね。そうですよ、ほらフッてしてフッて、いやーケーキー明日はののみの誕生日だもんね。ののみのも歌っとく、歌っとく。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー2歳と6歳になりました。2歳と6歳です。へぇ、そう、私2歳と6歳2歳、2歳と6歳26歳。そう26歳か。私26歳です。はぁ、22歳と6歳って言うから28歳って思って、すごいびっくりしちゃった。違うよ、うん、ね、すごいいきなり年食ったなと思って2歳と6歳って言った。あーね、2歳とね、6歳、26歳でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。めでてーね、ありがとうございます。嬉しいね。いっぱいなんか食いたいね。いっぱい食いたいね。ものをさ、何食いたいの。何食いたい、めっちゃ柔らかい肉、肉寿司食いたい。肉寿司、あー、肉寿司食べたい。あ、でもピザもいいな。いや、ピザもいいね。ね、うんうん、スタンダードにピザはあり。うん、ルフィの肉みたいなの食べたい。マガ肉塊ね。そう骨両手で持ってくれちゃって食べたい。おもろいなそれ。食べたい。えへへ、でも今日は幾瀬さんの誕生日だから。あね、別に一緒だよ、ほぼほぼ。なんでだよ。でも当日だからさ、祝いたいじゃん。 あ、ね、ありがとう。幾瀬さんの欲しいものリスト見ようぜ。いやー、見ちゃおう。今がね、12月なんですよ、まだ。こっから増える？米が入る。幾瀬さん、幾瀬さん、ずっと言ってる。ヨギボー欲しいって。一生ヨギボー欲しい。一生言ってる。ないんだけど、まだ。まだないの？ヨギボー。ヨギボー。ちょっとまだ。1年以上前から言ってるのに。そう、1年以上前から、そう、去年も誕生日に買おうかなって言ってたけど、去年買えなくて、一生逃してる。一生買ってない。あー、欲しい。幾瀬さん、ヨギボー多分買ったら、もうヨギボーになっちゃうよ。何言ってんの？ヨギボーに埋まりすぎて、もうそこで生活して。ヨギボーと幾瀬さんが一緒になっちゃう。
一体化する。ヨギボーから声が聞こえてくる。イクセさんの埋もれたまま。みんなここだよ。イクセここにいるよって。ヨギボーからイクセさんの声がなる。ヨギボーね、欲しいね。いいね。ヨギボーはでもね、これはね、いいな。いいヨギボーをしかも選んでるな。一番できるやつ欲しい。選んでるね。欲しいものリスト。コシヒカリもあるしね。米。ちょ、生活用品多いな。生活用品多い。なんか炊飯器と鍋あるもんな。炊飯器はね、新調したいの。なんかすぐカピカピになっちゃって、一日でダメになっちゃうの、米が。あ、これ前言った気がするな。なんか本とかもありますな。ね、そうそう。すごいプロテインとかもありつつ おつまみセットもありつつね。おつまみセット、なんか前回の誕生日めっちゃおつまみセットとかなんかビールに関係するものたくさんもらってたイメージがありますな。あ、ね、そうね、やっぱビールの印象がやっぱり強いんだよね。だってスイッチもずっと欲しいって言ってるから。おうおう、ね、スイッチずっと欲しがってる。そう、ずっと欲しい。今年は行こうぜ。今年は今年はスイッチ買う、うん、今日誕生日でね、やっちゃいます。え、そしたらさ、みんなでゲームできる。まあそうね、ゲーム実況できるしね。で、これ聞いてるね、あの誕生日にしか現れないサンタさんがもしかしたらね、来てくれるからね。行くせだけのサンタが、まあ、おばちゃんもう届いてるかもしれない、ね、そうね、もしかしたらスイッチ届いてる。これ聞いてたら、あ、もう届いてるやつだってなるかもしれない。スイッチ届いたら何を私はその人にあげればいいの。とびきりの笑顔。ね、おびきりの笑顔だよ、うん、そのスイッチの上にサラミとかあるのもめっちゃできる。ジャーキー、サラミ、すごいサラミ、ね、傘、かわいい傘だな。そう、かわいいの、うん、私ちゃんとした傘持ってないんだよね。え、あのビニ傘しか持ってないから、すぐなくしちゃうから、あの普通の傘だったらなくさないなって思って。なるほどね。それ入れてた。普通の傘でもね、なくす人はなくすよ。本当、私はなくした。あ、私もその理論で買ったけど、なくしたわ。大事にはするじゃない。大事にはするよ。そうね、いつもより大事にする。誕生日にもらったと思うとね、うんうん、布団カバーとかね。布団カバーね、また欲しい。本当に欲しいね。本当に欲しいもの。いや、私の欲しいものリストって本当に欲しいものだから、うん、それね、音声が入れられるチェキ。音声が入れられるチェキ。そう、ボイスチェキがもらえるようになるってことだね。そうね、これをね、届けるということ。サンタさんがね、そうね、限定サンタがね。ののみの欲しいものリストとかないの？いや、あるけど、見ようぜ見ようぜ。多分全然更新してないわ。見たいぜ。あの、なんだその欲しいものリスト見たいまんじゃん。いや、なんか私本当にどこだよ、ポコチャ時代の時から何回言ってないから、ポコチャにあるんじゃない？何？どこにあるの私の欲しいものリスト？あなたがアマゾン開いて欲しいものリストを見せてくれればいいのよ。あ、わかりました。見せびらかして。ちょうだいちょうだい。はい、わかりました。欲しいものリストは見せてくれよ。何これ？発火。これ何？これ何？これ足マッサージするやつ。あ、でっか。足マッサージするやつ。足裏振動マッサージ2万する。2万する。またやばい。そう、あとアディダスのよく履いてるスカート。よく履いてるやつだ。の替えが欲しい。へえ。替えが欲しいってすごいね。あ、でもそれ買っちゃおう私。これ何？スチーム？スチームアイロン。あるとね、便利だろうな。ただのもうこれ。これ買いました。消しときます。消しとこう。これアウトレットで買いました。あ、これ絶対スリーカードでしょ、このビデオカメラ。あ、そうそう。あとは自分で踊ってみたとかもしたいなと思って。それのカメラが欲しくて、カメラ5万。ね、高っ。酒ばっかり。ドラゴンボール全巻は欲しいけど、アマゾンギフト券と。アマゾンギフト券すごいね。あとまあ本当にカードゲーム。そうだね、まあ、もうそれしかない、ね、これ配信してた時の名残だから。あーね、それしかないのよ。更新しときます。はい、私も更新しときます。多分この今誕生日に聞いてくれてる時に見ると多分全然違う、あんまなんか欲しいものリストになってると思う。そうそう、2人とも。私、さっきちらっと言ったけど、あのマキシマムザホルモンがねすごい好きなんだって。すごい好きなの。あ、さっきね、あの雑談で撮る前に言ったんですけど、マキシマムザホルモンの CD が多分たくさん入ってるはずなので、よかったらよろしくお願いします。マキシマムザホルモンって言えてないけどね。興奮のあまりずっとお口がカラカラしてる。マキシマムザホルモン、うん、アップルミュージックに入ってなくてさ、聞けないのよ。買いもしないの、iTunes ストアで。へー、だからもう CD 買って取り込むしかないの。時間が聞くには YouTube しかない。だからお願いします。私にマキシマムマキシマムザホルモンを聞かせてください。
誕生日にノリノリになりたい。だいぶあれだね、なんか今っていう感じだね。あ、そうかも。もともと好きだったの、ちょっとだけ。そうなんだ。でまた再熱したって感じ。へえ、なるほどね。誕生日ね、誕生日ね。今年はどんな年にしたいですか。私ですか。はい、私はですね、26歳なのでね、ちょっと生活をしっかりしてようと思いまして。私さっきちらっと違う占いでもやったんですけど、早寝早起きをするのがいいって出たので、うんうん、ちょっとやったら早寝早起きをしたいです。で生活のそのなんだろう、生活してキッチンにね、うん、お花を一輪飾る生活をしたいの。あ、素敵だね。なるほどね。そこを目指してる。なるほどね。そこをしつつ、なんか自分が本当にしたい舞台に出たい。そっかかな。ですです。なるほどね。なるほどね。あ、スリーカードもちゃんとしながら自分の個人アカウントを作ろうかなとも思ってる。あ、チャンネルを、うん、それはね、私もちょっと試みてる。おお、ちゃんとスリーカードやった上でとは思ってはいる、うんうん、ちょっとね、あくまでね、そう、あくまでそこでなんと大変だから、うん、どっちつかずになっちゃうからね、うん、です私は。私もそうだね、自分の個人チャンネル作ろうって思って今あれしてるんだけど、チャンネルを立ち上げの仕方を分かんないよってなりながら今名前だけ変えた、とりあえず名前だけ変えたから、とりあえず今年は自分のやつをやりたいな。あとはちょっと断捨離してきるようにしたいな。断捨離大得意。あ、私さ、ほんと捨てられないの、ものダメなの。なんか売ろうって思って捨てるのか本当にできないから、うんうん、どんどん物が溜まっていくのよ。でもちょっといいかなと思って、捨てなきゃなっていろんなことを思う。なんか全てのものに思い出を見出してしまうの。わかるよ。し、使えるんじゃないかいつかって思って。わかるよ。一生取っておくから。学生時代の服とかめっちゃあるのよ。お、ほら、アキラがポカンだよ今。なんでだ何を言ってんだこの子はって思ってるよ今そう、なんか売ろう売ろうって思ってほっといてるから、ね、それをどうにかしたい今年中にね。私もう断捨離したいんだけどさ、うんうん、断捨離得意って言うじゃん、アキラ、うん、アキラ家に呼んだらいいんじゃないかなって思うんだけど、うんうん、だけど私はアキラを家に呼んだらグッズを捨てられると思うので、うん、私は呼びたくない。いや、グッズは捨てないよ。グッズ鬼のようにあるぞ。これいらない、一緒だよこれ、いらないいらないと激オタの友達の家掃除したことあるけど。あ、本当、うん、大丈夫、グッズ捨てない。グッズだけ横に避けて。あ、本当、あとはグッズ以外の断捨離。じゃあやっぱアキラを呼べないんじゃないなるほどね。アキラからの誕生日プレゼントで断捨離お掃除券。お掃除券やば、ありじゃない。全然お掃除するの好きだよ。いや、アキラもでもなんかさ、捨てるのもったいないよね、うん、本当に。え、でも捨てると新しいものが入ってくるから。そうだよ。なるほどね。そうよ、捨てる年って占いで言ってた。確かに、この前のラジオでね言ってたから、うん、え、なんかさ、メルカリとかはどうなの。わかんない、メルカリとかでバンバンコロコかなって思ってる。え、私服は売ったことないからわかんない。グッズは売れるよ。 あ、ね、あとボードゲームとかゲーム系は売れる。へー、すっごい早速で売れる。へー、うん、発想も楽ですね。そう、発想に何ありだなと思って。いや、全然服はちょっとやったことないけど、服はなんかまとめてあそこに持っていこうかなと思って。あの何だっけ、ブックオフ。ブックオフに行くの。ブックオフでさ、服持ってるブックオフあるじゃん。あるある。あれで一回売ったことがあって。あ、ね、まあそんな大した値段じゃなかったんだけど、全部引き取ってくれたから、まあ捨てるよりはね、うん、ね、そうそうそう、全部引き取ってほしいと思って。でも車出さないと無理ってなって。あ、ね、そう、ちょっと考えてる。だから誕生日にそんな渋い顔すんなって。ハッピーバースデーそうだね、どういう年にしたいか。なんか今後はちょっと見据えて動かないといけないなとは思ったな。なんか割とこうグワって盲目的に活動できちゃってたから、若い頃とかは、うんうんうん、なんかちょっと盲目じゃなくなって、目が見えてきちゃったから、うんうんうん、あー俺どうしようかなと思ってるところがあるから、なんかこう自分に必要なスキルとかを一回見つめ直さないといけない、自分を見つめ直さなきゃいけないなって思ってる今年は。いいじゃん。まあもちろんスリーカードの繁栄も祈って頑張りますよ、うん、今日から君の新たな一歩なんでね。もうそうですよ、もう11だから今日からだよ。そうだね、今日から俺は
言いたいだけだろ。もう言いたいだけだったな今な、うん、くそ。違いますよ、本当に思ってるから ねちょっと出てきちゃっただけだから、お茶目が出てきちゃう。お茶目が、うん、うん、そうね、ちょっと今後のね、育成の活動も、ののみの活動も、ぜひ ね応援していただければと思います。はい、ね、本当におめでとう。ありがとう。本当に今日幸せに生きて。お、幸せに生きるよ。幸せにするね。うん、うん、ありがとう。結婚エンドーイヤー。はい、にゃー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 。なんだ。誰だ誰だ、こんなふにゃふにゃした歌を歌ってるやつに育成はやれん。無理だ。どこのポジションだろう。お父さん、お父さん、お父さんに甘えるな。はい、ですね、はい、ちなみに1月14日あ、土曜日、そうです、今週土曜日にやべやべ、そうじゃん、ののみと育成の生誕イベがありますので、祝いたい放題、言われた、祝いたい放題なんでね、祝われたい放題、そう、来てください。もうこれね、1月は本当にスリーカードのイベントがたくさんあるので、はい、ね、みんなね、ぜひあの来れるところを来ていただけるとすごくスリーカード的にも嬉しいので、うん、みんな来てください。1月スタートダッシュ切っていきましょう、ね、はい、結構話し合ってたけど結構あったもんね、いっぱいあったね、びっくりした、うん、毎週あるぜみんな、毎週ある、うん、怖い、震えてる私今、うん、生誕もなんかやることたくさんあったね、そう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 、だから多分楽しませられるよ、頑張りましょう、うん、はい、あもう楽しむ気持ちでね来てください、はい、うん、はい、ではでは、また次回も見てください、バイバーイ、バイバーイ、ハッピーバースデー。